なりすぎない、後ろに反りすぎない、ちょうど自分の真ん中に重心を置きながらしっかりと左足で進んでいかないとね。綺麗って言うんですかね。いや、2年、3年、3年ですね。あ、結構みんなランダムで組んであるんです。ホームシックになったりしませんでしたか？自分は帰省の直後とかにはやっぱり帰りたいなって思うところがありました。同じ中学校から来てる子もいて大丈夫です、朝が早かったこと朝が早かったと思います。朝が、いつも明日とかも朝練とかあるんですけど、朝練ある日はみんなだいたい5時半とかに来たりして、まあ多分他の学校も多分そうやと思うんですけど、結構朝苦手な人とかは結構辛かった、自分は、自衛官になって多くの人々のお役に立ちたいと考えています。大先輩に負けないぐらいの実力の全国で活躍できる選手になりたいと思います。自分父は大阪府警に勤務してるってこともあるんで、大学でも日本一を目指して、で、その後は警察官になってずっと日本一を目指し続けたいと思ってます。それが将来の夢です。おいしい。うまっ。高千穂高校剣道部のいいところは、こう山に囲まれていてどこも遊ぶ場所がないんで剣道に集中できることです。神様いるのって。神様がいます。高千穂高校では剣道の技術を学ぶだけではなくて、将来大人になって大切なことが身につけられます。新チームの目標は今年日本一になって流れもあり、その流れに乗って一つ一つの試合を勝ち、力をつけていき、最終的に日本一を取ることです。
失礼します。西田大臣来ました。入ってもいいでしょうか。失礼します。どうぞ。Ah, oh my God.
やっぱりインターハイでその優勝できて、あと個人戦で50分間延長して結果負けてしまったんですけど、すごい自分的にもいい経験になりました。やっぱりインターハイも優勝したこともそうなんですけど、人間的に成長できたなと思っています。自分は姉がいて、姉も高千穂高校に所属していて、で自分は中学校の時から高千穂中に転校して高千穂中でやらせていただいてたんで、そのまま高千穂高校を選びました。やっぱ一緒に稽古とかさせていただいてたんで、結構きついとかそういうイメージはあったんですけど、それと同時にやっぱ強いっていう、剣道がしっかりしていて強いっていうイメージがあったので、やっぱ剣道の技術面もそうなんですけど、技術面以外にやっぱ人として人間性とか自分が中心に立って動くことの大変さとか、そこら辺をやっぱ一番学ぶことができたと思います。高校では日本一取れなかったので、大学では必ず日本一になって恩返しができるようにしたいです。自分高千穂中学校に中2の時に転校してきて、高千穂中学校でいい経験をさせてもらったので、その分もっと高千穂にいたいと思って高千穂高校を選びました。稽古の中での その取り組み方とかっていうのはやっぱ厳しいっていうイメージは、ありました。剣道もやっぱもちろんなんですけど、剣道以外のやっぱりその何ですか、人間的な部分ですね。野口先生はそこを強く指導して、その結局やっぱり将来剣道だけできていてもダメなので、それ以外の人間的な部分っていうのが、鍛えられる、この3年間で鍛えられたと思います。九州大会で準々決勝でやっぱり大差で鹿児島商業に負けてしまったので、それをやっぱ起点に、いい機会といったらあれなんですけど、それを機会としていい機会と取られて琉球力インターハイにつなげたっていうのが自分たちの中では大きな多分思い出だと思います。26年ぶりの優勝ということで、長かったなっていうのと、生徒たちもよく頑張って、本当に嬉しい気持ちだなっていうのが本当に率直な意見です。個人個人は力はあるかなと思ってたんですけど、なかなかチームを作り始めの頃は結果が出なくて、で、試行錯誤の毎日だったんですけど、玉龍旗大会あたりから結果を残すことができて、それを勝ったことによる自信が最後の優勝につながったのかなと思っています。まずはチームワークが良かったっていうのがやっぱ一つの要因かなと思ってます。やっぱり選手だけではなくて、選手に入れなかった3年生もいたり、それ以外の 1,2 年生も含めて、みんなが同じ選手のような気持ちで試合に臨めていたというところもあるんで、総合力としての勝ちなのかなという気はしています。やっぱりキャプテンの清家という子が非常に明るい子ですので、その子を中心としながら、自然と全員が一つになっていったのかなという気がしています。これまでやっぱりずっと女子はその間でも全国優勝というのをしていると思うんですけど、やっぱり伝統の力っていうのが一つあるのかなと思うんですよね。これまでの先輩方がやっぱり悔しい思いをしたり、そんないろんな努力であったりとか、そんなことの積み重ねが、伝統の力となって、そしてたまたまこの26年ぶりというところに行き着いたのかなという気がします。この高千穂という町自体が剣道部を応援してくれているところもあって、町ぐるみで高千穂高校の剣道部を支えてくれているというところが、なかなかそんな町ぐるみでてないような気がするんですけど、町の方に応援団の方がいらっしゃったりとか、そういったいろんな人の支えがあっての剣道部だと思うので、
まあ、単に高校だけではなくて町ぐるみというふうなところが一つの大きいかなと思いますね。まあ、これまで指導をしていて、まあ、技術だけではなくて、まあ、よく言われるような、まあ、人としての成長がやっぱり剣道の成長なんだというところをやっぱ指導の根源において指導しているところです。まあ、一番大事なところになれば技術だけではないなんていうんですかね、人としてのこれまでの生き方とか、まあ、我慢強さだとか、まあ、そういったこれまで の, その生きてきた過程というのがやっぱり最後の勝敗を分けるところのウェイトを占めていくのかなという気がしています。まず私が頑張って成長していかないといけないと思うんで、生徒だけにこうしなさい、ああしなさいというのを言うんではなくて、まずは私が指導して言えるような立場になれるように努力していかなくちゃいけないなと思ってます。技の練習で特にこんな技を指示したりとかっていうのはないんですけど、まあ、仕掛け技と応じ技と引き技の3つに分けて、あとはもうそれぞれ の考えのもとでいろんな技の練習をするようにしています。でその技の練習の中で先輩の技をこう見てたりとか、あと先輩がこうした方がいいよとかいうその教え合ったりとかという姿も見られるんで、まあ、そういったところも一ついい形になっているのかなと思います。あんまり私口うるさく細かく言うことはないんですけど、まあ、よく指導する中でも生徒からその発言を促すようにしてます。ここはどうだったのかって聞いて、で生徒たちからいろんな言葉が出てきて、でそれはあそうだな、それはその通りだなとか、あそれはちょっと違うなとかいう会話をしながら指導したりすることもあったりするんで、まあ、その辺で自分の考えというのが言えるような形になってきているのかなと思います。